メジャーに行こうと思ったきっかけっていうのはそのトレードで、うん、あの日ハム行った時に、うん、条件的には日本にいた時とアメリカに行った時ってどんな条件変わったの？サラリーとかどうでした？で、うん、インセンティブもあるんで。お、インセンティブって言葉言っちゃいましたね。はい。ミスターパーフェクトのキャラ、はい、はい、岡島秀樹さんです。はい、岡島です。お願いします。お願いします。はい。そう、その奥様との、あの他にもエピソードがあって、うん、私も個人的にも聞いてみたいんですけど。あ、いいね、いいね。結婚後は帽子の裏に奥様からのメッセージが書かれていて、うんうん、それを見て集中力を高めていたとウィキペディアに書いてあったんです。書いてましたね。ボストン、アメリカの時ですね。何が書いてある？あの、なんだろうね。メイクマネーとか。いやいやいや、いつもあなたのそばにね、家族はみんないますよみたいな感じで。英語で書いてある。英語で、はい。まあ、ちょっとせっかくボストン帰りのお金もちょっと英語でちょっとどういうどういう全然もう忘れました。これ大事な時になるとごも口ごもるんだよ。ね、それぐらいこうでも全部変えてもらってたんで。うん。あ、でも彼女英語できるんだよね。できるんで、はい。僕は英語できないんで。でもそれってあの付き合う時に英語もできるから、うん、俺後にアメリカに行きたいしこの子がいいよなっていうちょっと気持ちもあった。いや全然なかったです。ないアメリカ全然行く気なかったです。はいはい、はい、でもあの後にこう英語できるんだって聞いた時ちょっとアメリカに行く時に行きやすかったよね。帰ってね行きやすかったんですけどもともとメジャー志向じゃないんで僕。そうだよね、あんまり野球に興味がなかったからもともとバレーボールやろうとした人だから、はい、だからあの、うん、はい、だバレーボールは興味あったんですけども、うん、あのアメリカンっていうチームが強かったんですよ、うんうんうん、でメジャーに行こうと思ったきっかけっていうのはそのトレードで、うん、あの日ハム行った時に、うん、あの新庄さんと、うん、ビッグボスですね、新庄さんと、うん、その当時の監督トレイ・ヒルマン監督が、はい、アメリカメジャーの野球をその日ハムでやってくれた、はいはいはい、それを教えてくれたんで、うん、行こうかなと思ったんですよ。でこの二人のなんか後押しとか助言だとかするのもあったじゃないですか。ありました、はい、あるんだよ。ありました、はい、だからそこがなかったら全然もうあの興味なかったんで、はいはい、FA を取って、うん、あとはあのトレードで出たけれどもまたこっち在京に戻ってきてあのやりたいなって思っちゃうんですよ。もうその前にジャイアンツ俺を出しやがってとかちょっと思ってたわけでしょ、ね、どうせそうでしょ、はい、で出すんか俺をっていう、はい、だからその時めちゃくちゃショックでしたね、うん、はい、もうジャイアンツで終わるもんだと思ってましたけど、うん、そのトレードの発表されたタイミングが開幕直前の3月24日、はい、パ・リーグが開幕してたんですよ。でセ・リーグが開幕を控えてて、はい、っていうところでしたね。屈辱だなそれ。だからね、そのもうこれからっていう矢先だったから。で毎年40、50試合以上投げてたんですけども、うん、そこであのトレードでもう逆に出されたっていう気持ちでしたね、その時。そういうこうなんかもうなんかね、もうどうにでもなれっていうような気分になっちゃうぐらいのイメージだよね。はい、でその当時北海道はどうでした？暖かく岡島くんを受け入れてくれたの？あのその当時の GM が高田さんだったんです。はいはいはい、高田さんとその、はい、トレードで行くときに電話で話したんですよね、うん、で初めて先発やってくれって言われたんですよ。ああ、もう高田さんは先発のこと知ってるからね、はい、でもうあの左がまあ、ダルビッシュはいますけれども、八木君が1年目、うん、そういろんなピッチャーが先発がやっぱり欲しいということで、うん、で先発やってほしいって言われてたんですけども、最終的にリリーフに回ったんですけども、うん、でもそのチャンスだと思ったんです、逆に。ああ、まあ、先発もできるし、ね、自分もまた若返るかもしれないし ね、そこでチャンスだなって、うん、まあ、あの年も年だったので、うん、やっぱずっとリリーフやると、やっぱり蓄積疲労で、うん、やっぱり成績もちょっと下がったんですよね、はい、そういう意味では先発してまた取り返せるかなと、うん、とりあえずね長くやるのがやっぱり大事だって分かってるし、はいはい、当然奥さんももういたから。そうですね。でもそこでやっぱりお前向こう行ったら絶対活躍できるよって言ってくれた人がいたわけですか？じゃあ新庄君なりヒルマンなり。あ、じゃあトレードで行った時は日ハムさんには行ってからはあれですけども行く前にやっぱり桑田さんと相談しまして、うんうん、であのトレードになりましたっていうことを伝えたら
あの桑田さんの方はそのやっぱ野球スタイルは変わらないから、うん、あのチームが違っても、うん、あなたのスタイルをあの日山さんでも頑張ってやれば絶対いけるからっていうふうに言われて、はい、それはやっぱり嬉しかったですね、はい、後にアメリカ行くじゃないですか、はい、アメリカの時もやっぱ桑田とかには相談して相談というかこうまあ、はい、自分なら行くって決めてんでしょうから、はい、行きますよって言ったらいいなって感じで行ったんですけども、うん、毎年こうトレーニング桑田さんと一緒にやってて、うん、で桑田さんはジャイアンツを辞められてから行ったタイミング同じなんですよ。2007年なんであそこパイレーツに、はい、で僕はもう FA で行ってたんで12月そのキャンプの時っていうのはもう決まってるわけですよ、はい、レッドソックスに行ってるってことなんで、うんうん、でも桑田さんはまだチューブラリンだったんですよ、うん、年齢も年齢だしね、どっちかやってたらねと本当は日本でやりたかったみたいなんですけども、うん、でもジャイアンツを辞められて、うん、どうしようかなって時にその後、うん、あのパイレーツに決まったんですけども、だ同じタイミングで行けて、でトレーニングもやはりこうね、アメリカのやり方でもともとがそのオーストラリアでやってたんですよ、うんうん、なのでその向こうに行っても変わらずあの大丈夫だったんですけどね。まあでもねいい FA で行ったのがいくつ ?31 の年ですね。30から31か。だからまあギリだよね、はい、ギリ向こうでやったって多分そんなどうなるかわかんないもんね。でもやっぱりやってみないとわかんないしっていう時期だったよね、はい、奥さんは後押ししてくれましたか？もう何も相談せずに決めました。おじゃめちゃくちゃ怒られました。だから私の仕事どうするのって言われて、一緒に来るでしょ、そうか、はい、一緒に来るでしょって言って納得させて、うん、納得っていうかまあ、まあでも奥さんはアメリカにも住んだこともあったんですか？あのホームステイしたされたんで、高校の時に。そうかそうか、はい、で1年間、まあその辺は英語もまあ語学があるから、はい、でもついてきてくれないとまたそっちもきついよな。いやそうきついんで、うん、で家族まあ子供もいましたし、うん、でそこであのねあの来てほしいっていうこと言ったんですけど、やっぱ仕事されてたんで、やっぱり事務所にも相談しなかったっていうのがありましたし、だから勝手に決めていっちゃったん で、うん、で事務所には報告できなかったです相手の。ああそうか。でわこれめっちゃ怒られるだろうなと思いながら、うん、で優勝して帰ったじゃないですか2007年、はいはい、だから逆に怒られなかったんですよ。ああこれがもし不甲斐ない成績であったら怒られるだろうなと思ったんですけども、1年目で優勝できたので、だからもう本当に皆さん、あでも周りが変わってたよね、はいはい、雰囲気がね、はい、自分が活躍してこんなに日本に帰ってきたら変わるんだと思ったんですよ。はい、思いましたね。条件的には日本にいた時とアメリカに行った時ってどんな条件変わったの？サラリーとかどうでした？サラリーはでもやっぱりジャイアンツの活躍してる時は良かったと思うんですけども、で徐々にやっぱり成績悪くなってきたので、うん、あの最後の2005年から6年にかけてっていうのはドンと下げられたんですよ、はい、あのトレード出される前っていうのは、うんうん、だそこはもう本当に奥行ってたんですけども、うん、40% 以上のダウン、そこはあんまり公表はしてないんですよ、はい、うん、そこいろいろあるんですよ僕も、うん、あの言いたいことは、はい、これどうですか YouTube でここでぶちまける。いやまだ言ってないですよね。僕はまだ言ってないですよね、はい、うん、言ってないですけども、それを言っちゃうといろいろえってなっちゃうと思うん で、うん、でそこは本当にあのいろいろ自分のことでこう 40% 以上のダウンだったんですよね、うん、でそこでもう本当に片手ぐらいの金額になっちゃったんですよ、うん、でそこから日ハムに行って成績が上がってで FA だったんで、逆に言うとそんなにお金に対してまあ確かに活躍したいんだけど、向こうとしてもそんなに高くない選手だったから、そうですね、だから取りやすかったね、取りやすかったですね。そこで複数年組んでくれてたんで、ボストンの場合複数年でボストン行ったの、はいはい、2年250万ドル、はい、だから2年と3年目はあれですけどね、あの球団オプションだったんですけど、うん、あでもいい条件だね250万ドル で、はい、まあ今の145円で計算しちゃうからかもしれないんだけど、はい、その当時110円ぐらいかな、どうだろう、100円ぐらい、100円ぐらい、はい、あまあまあでも悪かった、はい、だからもう普通に考えればあの、まあ、頑張れるで、うん、インセンティブもあるんで、お
インセンティブって言葉言っちゃいましたね、はい、どんなインセンティブがあったの。いやでもインセンティブは何十試合登板とか。そうですね、登板数し勝ち負けっていうよりも登板数とかですね、はい、でも優勝にも入るでしょ。優勝もインセンティブ来ない。優勝した時っていうのはなんていうんですかね、アメリカのサラリーが6ヶ月なんですよね、うん、で6ヶ月10月は帰ってないんですよ。9月いっぱいまでなんですよ、はい、レギュラーシーズンの、うん、で10月っていうのはポストシーズンなんで、うん、そこの金額っていうのは分配金なんですよ。ああそうか。だからその分配金が優勝したらチケット売り上げとか。分配金やばかったでしょ。 やばいですね、はい、そこは何千万。アンドレッドソックスの、はい、でもスイープしちゃったんで何千万。スイープしちゃったんで。スイープっていうのは 4個勝っちゃったの、はい、一気に一気に。だからそれは7試合までいけば、はい、すごいお金チケット売り上げだとか分配できるのに、だから致し返しなんだよ、うん、であとボストンの球場がそんなに人入らない球場なので、うん、だからボストンのその優勝した時っていうのは他のチームに比べると少なかったんです、はい、でも何千万はもらえますよ普通最低でも、はい、そのあの5よりも下低いですね。2000万ぐらい。もう少しやります。その3分ぐらいです。3、5ぐらいです。でまあ邪魔にならんもんね。3000万ぐらいね、はいはい、いや、まあ、税金で半分ぐらい取られますけどね。あ向こうで向こうは半分です。でそこを優勝した時に、まあ、リングもねいただけるんですけども、はい、その優勝したあの登録メンバー、うん、あのロースターに入ってるメンバーしか買えないトロフィーがあるんですよ、はい。優勝買うんだ。それそれは買うんです。ティファニー製なんですけども、それがあの片手ぐらいの金額で買うんですよ。いやこの片手もこれ幅があるから。どっちの片手よ。車1台500万ぐらい。あそうですね、500万ぐらい、はい、自分で買うの。買います。ティファニー製なんで。それ1個しか買えないんですよ。何が書いてあるんですか。なんかもう想像がつかなくて。そのティファニーのトロフィーの。いや普通のトロフィーのレプリカです。あの優勝した時は優勝こうみんなこれであげるやつ。例えばサッカーでもあるじゃないですか、はい、トロフィーもあるじゃないですか。あれのレプリカなんで。オスカー像でもそういうのでもレプリカっていうのがあるけど、はい、それをまあおのおのでも自分で買ってるっていうのはちょっとまた。そうか、2007年のあのそう書いてあるやつが25人しか持ってないわけです。そうだね、はい、だそれはあの今優勝したメンバーでロースター入ってた人っていうのは松井さん、上原くん、田澤くん、松坂大輔くん、うん、あと井口さんとかそういう人たちちょっとわかんないですけど、ボストンでいた、ヤンキースでいた人たちは持ってると思います。買ってるはずなんで。それは、まあ、いろんな事情で買わない人いないの。いないです。だから毎年そこで勝てるかどうかわかんないじゃないですか。ああ。その一チームだけなんですよ。ちょ、それ一回さ、鑑定団出そうよ。この間僕出したら、あ出したってそのリングは出したんですよ。うん。リングはもらえるんでしょ。もらえるんですよ。うん、でも名前も入って。岡島秀樹。はい。それをこう削れば分かんない。いやいや、でもその一人一個もらって、うん、なおかつ活躍した人がもらってるんで、普通の大あのいろんなサファイアとか入ってますけども、普通の時価で300するんですよ。うん。ああもう宝石の、はいはい、金の含有量だとかいろんなのを含めて、はいはい、で普通に考えて鑑定してもらったら5はいくって言われました。5か6は。いやだからその5もね500万なのか。500万。もしリングだけのその台だけで300するんですよ最低でも、うん、じゃあ200万しかプレミアつかないの。そうです。 でもそれは最低ラインなんです。最低でしょう、はい、だってあの時のボスと結構何個持ってんの指輪。1個です。1個おかしい。1個です。1個しか買ってないです。はあ、まあでもなんか夢のある話だよね。でもそのトロフィーはすごいなと僕は思ってます。だから本当に今出そうよ鑑定団。いやあの本当に持ってる人少ないんですよ。そうだよね。ロースターだから俺初めて聞いたもんその話、はい、ロースターに入ってる人しか買えないんで。はい。で松井さんとかさっき言いましたけども。で松井とかもじゃあ松井さんの記念館に飾ってありましたトロフィー。秀樹ね、はい、秀樹のトロフィーが、はいはいはい、で松井がやっぱり松井今まででこれ大事なものって何って言ったら あれですねって言う可能性は。あでも彼は MVP 取ってるから。そうですね2009年はい。それは岡島はじゃあそれがもうそれがそうですね。僕はあの一番ですね、うん、もうその25人の中で誰かもうこう出しちゃった人いないですかね。わかりますよね誰が
バレちゃうよね。バレちゃいますね、はい、うん、後にやっぱりいろいろと経済難になって出した人とか結構いますもんね。指輪とかそうですもんね。いるのよ、はい、スタッフもらえるんですけども、うん、それを売ったらねバレちゃうけども売ってる人います。300万ぐらいで売ってる。ああ、そうらしいです。それもウィキペディアに足しといてもらえないと、ね、足さないとですね。